血は？日はですかね。こんにちは。ゴゴリバの千秋楽見てた？なんでこのタイミングで。あ、セレクトのやつ。青木地さん、としきさん、バオバブさん、チコちゃん、神谷さん、ライディンさん、ありがとうございます。なんでもない時間にこんにちは。何もない時間にね、配信するのいいのでは。夜は見れない人もね、世の中にはいますから、いろんな時間に配信していこうっていうやつです。確かに何しとるって言ったら、今みんな配信見とる人たちは配信見とるになるよね。確かに。当然配信見ている一番暇な時間、学生とかやったら一番暇な時間かもね。さあ、もう学校終わって帰ってきて、これぐらいの一番テレビとかもあんまり何も合ってない時間は、何しよったんやろ。学校帰りにお菓子買って、家に帰る日、家にそのまま帰る日は家でお菓子を、買ったお菓子を食べながら YouTube 見たりとかしてましてね。そう、友達と出かけるか、友達と出かけるか、そのまま家に帰るかまあそのまま家に帰るのが普通なんですけどね。その頃はカフェ行ったりしてなかった。してますよ。舐めないでもろて、私のカフェ歴を。友達と放課後ね。でも一時期はカフェよりやっぱタピオカブームが世の中あったので、その時はもう福岡にもどんどん新しいタピオカ屋さんが
できていたので、何店舗あるんやってぐらいタピオカ屋さんができていたので、それこそ制覇してましたね。部活はやってて、高校はやってないけど。カフェ部とかないわ。そう、普通に、まあ言っていたスパンは今ほどではないですけどね、もちろん。ジャガーリゴが流行っていた時とか、ありましたね、そんな時期も。足立さん、ゆうちゃんペンギン、セリアさんペンギン、ピロシさん、ライディーンさん、ありがとうございます。今となっては放課後なんて懐かしいです。まあでもね、数年後にはメンバー時代のレッスン後の放課後みたいな感覚も懐かしいって、いずれはなる日が来るんですよね。何でも時間が経ったら懐かしくなるからね。あ、リップ買わないと。夜ご飯まで友達と食べて帰る日もあれば、マックとかミスドとか食べたのに家に帰って普通に家の夜ご飯食べている時もありました。お腹いっぱいやけど、せっかくあるからっていうのでね、食べていた時代もありました。懐かしいですね。すごくない？リップめっちゃきっちり使い切って、もう出てない多分。空っぽ、買い直さないと。
これ結構良かった、買い直そう、リピート、リピートコスメ。STU 入ってから放課後メンバーと遊んだりした。どういうこと？どういうこと？どういうこと？放課後？私は広島県民じゃないから。広島の学校には通ってないですよ。9点の目代わりみたいなやつあるやん。なんかよくさ、目代わりがあるときさ、みんな言っとるけどさ、でもさ、やったことない、買ったことないよね、9点の目代わり。買ったことがないんですよ。目代わりの時期になったらさ、目代わりだ目代わりだって世の中結構なるじゃん、若い人たちは、女子とか特に。でも買ったことないよね。ネットで買い物あんまりせんけんさ、そら現地買い物派なので。そう、何ですかって9点っていうサイトがあって、そこで結構目代わりって言って、みんな知らないな。まあでも確かに男性陣はそんな使われじゃないかも、ね、そコスメとかそういう系がめっちゃ安くなるみたいな。でもどれが何がどんだけ安くなってるかとかあんま分からんくて、さら、そう、おお、英語英語。 Do you know JKT48 Indonesia? Do you know? Yes. Yes. I know JKT48. そう、そのサイト使ったことないんやけど。そう、でもいつも前ん、もう一個前の目代わりの時期に、知ってる、あ、9点じゃないよ、9点。そう、目代わりの時期にメイクさんに今めっちゃ安いよって言われて、安かったけど買ったよみたいな言われたけど、でもサラも買ってないよね。買いたい、なんか欲しいコスメとかね、あるんよ今。アイシャドウ欲しいし、ちょっと明るいアイシャドウ欲しいし、コーラル系のコーラルカラーアイシャドウ欲しいし、まあこのラカのリップも欲しいし、まあ別に店舗で買えばいいんですけど、その9点が安い安いってみんなが言うから、安いんだったらあんま買った、ちょっと1回ぐらい波に乗ってみようかなって。I'm from Indonesia. I'm from Japan. 福岡。安くなってるらしいです。何がどれだけ安くなっているのかは私もあまり知りませんが。らしい。気に入ったらセールで6個ぐらい買っちゃいますって。え？あ、そういうこと？一つのものってこと？いずれリピートするしみたいな。マジ？さら、ストックはしないんですよね、私は基本的に。ストックはしないので。割と
ギリギリ派かも。キャップを買いたくて、でちょうどキャップを買いたいなと思っとる時にアリちゃんにあのアリカンのキャップをね、白をもらったね。だけど白はアリカンをかぶればいいなと思って、でもそうなったら黒か、まあ、ピンクぐらいがキャップとしたら可愛いけど、ピンクを買うとさ、服水色とかそういうのを着る時にあ、なんかあんまり合わん気がして、まあ合わんことはないけど、そう、でも黒か、黒もなーとか思ってね。確かに宮殿とかそういうの、アリちゃんのコラボ服今日が締め切りってお知らせされても私は買えませんよ、買えませんよ。調べてみようかな。なんかあんま分かってないよね、目代わりと言いつつも何がどういう意味なのかあ、売ってるじゃん。でもこれ安いんかどうかもわからんな、これの元の値段を覚えてない。104番、安いんかな。そうなんや、定価は1980円、今なら1580円。本当に？そう、あんま理解してない。みんなに目代わり9点目代わりとか言いつつ自分もあんまり理解してないというね。ね、安くなっとるよね。そう、ちょっとあんま分からんけど、そういうのがあるっぽい。これもともと2000円した覚えてない、なんか誰かに勧められて買ったよね、これ。このリップいいよって。でももうほぼついてない。そうちゃん、足立さん、奥行きさん、みっちさん、ありがとうございます。そう、でもこういうね、買い物ってほんとね、調子乗ると安くなっているとはいえ、総額的にはあれ？こんなに高くなっちゃったみたいなのね、全然ありますから。恐ろしいや。少し食べたいな。なんかあるかな。
セールだからっていっぱいね買いたくなっちゃうんです。あ、メンベイがある。メンベイ。たたたた。メンベイ食べ。めんべいってね、いろんな味あるんよ、実は。この普通のオーソドックスな味とマヨネーズもあるし、でもそれだけじゃないんよ、もっとあるんよ、本当はいっぱい。ちょっと出てこんけど、種類めっちゃある。あ、バカナかな、なんかそう、いっぱいあるんよ。常備してないよ、たまたま。これ何やっけな、なんか差し入れ、なんか最近差し入れかなんかで。もらったやつ。あ、ネギだ。うん、ネギネギ。おネギです。ネギ味とかいっぱいあるんよ、種類。今週ね、福岡でフェスあるので、気分にさせるかもしれません。せんべいは割と袋の中で割ってから食べる派。確かさ、割って食べるのとさ、直接噛むのもとさ、味の感じ方違うっていう。知らんけどなんか聞いたことある気がする。そうなのかって確認されたら分からんけど、そう聞いたことありますよ、私は。
当に必要なものだけ目代わりで買いたいですね。その目代わりだからって無駄に買うんじゃなくて、なんかいいものを狙いたいです。麺で一気に食べ、こういうのはねもう一気に食べ終わる派です。残せるわけがない。残せるわけがないから、もう開けた時は全部食べきる時です。何でもそう。新しいアイシャドウが欲しくて、ピンク系がいいんやけど、あんまり 青みピンクすぎないピンクが良くて、で前メイクさんが吉田かりさんのやつを貸してくれてよかったよね。ちょっと気に入った。この前カレンちゃんが使っとったアイシャドウも可愛かったよね。アイシャドウそう、関西のメイクさんでもらったって言ってた。ターさんマシュマロたくさんありがとうございます。じゃじゃん、ちょうど暇だったので助かりますね。暇人の音申します。まあこちらも今は暇人なので、お互い音もしてもらいしてあげる。暇人同士。暇じゃないわって言う人もいるかもしれませんが、暇人同士。寝そう。寝るのはもったいない。時間は有限だから寝ない。睡眠も大事ですけどね。そう、エチュードハウスっていうねコスメブランドのお店が前まで広島のパルコにあったんやけど、なくなってしまって、そう見たかったのにってなる時ある。あれもうなくなったんだっけみたいな。なくなっているんですよ。困りますね。
そう、韓国コスメショップ、韓国行ったらねもういっぱいあった、さすがに店舗いっぱいありました。この後飲み会もです、いいじゃないですか、楽しそう知らんけどもね、知らんけども楽しそう。束縛はしないし、チッチッて怖いし、チッチッて片方しか書かなくていいのに対照的に書いてしまう。この後仙台で牛タン食べます。いいな、牛タン食べたいな牛タン。仙台ね行ったことない、あの東京新潟はあるけどさ、北海道秋田その間のあたり、東北地方行ったことない。いいですね。知ってたら見てもいい。プププププ、チェンチェチェレチェレ、これ何の歌だっけ。チェンチェチェレ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 。名古屋は行ったことあるよ。名古屋はね結構食の感じが好きです。名古屋と食の好みが合う名古屋を人のように言うけど、名古屋とは食の好みがね合うので好きですね。辛いのとか、まあでも味濃いイメージではあるけどね。とにかく味が濃いっていうイメージはある、割と。なんか広島とかにもさ、まあ広島じゃなくてもどこにでもあるけどさ、名古屋のご飯のお店とか行くと味濃すぎて水分大量に欲す、欲する。そう、なんか濃いイメージ、味がね、そう、まあ、全部が全部濃いわけではないけど、きしめんとかもあるしね、きしめんとか美味しい。名古屋はねほとんど行けたことないし、そう、名古屋にも可愛いカフェとかね、まあでも名古屋はカフェより喫茶店のイメージがでかくはあるけど、まあどっちも行きたいけど、名古屋はなんだかんだ行ったことないし、まあ仕事でもねなんだかんだ行くあれがない、行く機会がないですね。仕事名古屋はない。まあだから行くならプライベートで行こうかなって思うけど、なかなかね旅行は計画が立てづらくって、
メンバーと行くってなったらお互いのスケジュールが合わんといけんけんね、余計に行きづらいんですよね。なかなかね、日帰りならあれなんやけど、でもどうせさ、せっかく京都とか名古屋とかその辺行くんだったら泊まりたいじゃないですか。っていうのをありちゃんとずっと言いつつ、ずっと行けてないっていうね。なんだかんだね。一人で行くならね、弾丸で行けるんやけど、やっぱ誰かと行くってなると、とかあのメンバーと行くってなるとね、やっぱスケジュール問題がね出るんで、なかなかね難しい話ですね。めっちゃきのこさん、ペンギンありがとうございます。名古屋水族館でシャチ見れる。シャチ？シャチか。シャチそんなに、シャチか。そう、サラはご飯すらも一人で行くより誰かと行く方が楽しいと思う。早けん旅行とか絶対一人で行かんかも。台湾ラーメンとかもね、なんか有名よね、名古屋。なんで名古屋で台湾ラーメンが有名なのかまでは知らんけどね。あなたは本当に美しいです。 You are beautiful. Oh, thank you. 昨日からね、昨日だっけ一昨日だっけ、英語のコメントに反応するっていうことを始めました。グローバルアイドル。なんやっけ、この坂、なんだっけ、坂毛じゃない、こう気になる、見えんけど、ピピピって。そうだ、坂向けだ、坂向け。坂毛はメイクさんが言うやつや。キーさん、ありがとうございます。こう見たらわかる。ここまで伸ばしてしまった。やっぱりここで切ればいいんですよね。綺麗に今出てきてる。
まだ全然痛くないよ。痛いラインじゃない。ここで切れて、ここでちゃんと切れればいい、いい感じになる。もうね乾燥しとるけんね、どこも顔も髪も目も手も、手でもそんな乾燥してないけどな、ここだけ。俺だったら引っこ抜く。なんかさ、引きピッて引き抜いていい感じにさ綺麗に引っこ抜けるときとさ、なんかあのちゃんとさ、あのうわやらかしたみたいなさ、めっちゃ痛くなるときあるやん、後から後悔するとき。そうやけん、ここ指細い、そんな指は細くないですよ。今年の冬は乾燥がすごかったと思ったね。今も乾燥するもん、未だに。確かにね、今年だって今までは加湿器そんななくてもいけるわと思っとったけど、今年はもう加湿器に手を出したぐらいやけん、確かに乾燥すごかったかもしれん。そう言われると、なんかさ、あのハンドクリームとかそういうの塗ろうかなって思うんよ、ボディクリームとかも。でなんならボディクリームは買ったけど三日坊主。なんかあのベタベタするのが嫌だよね、どうしても。塗ったあと手とか特にさ、まあほんと寝る前とかならいいかもしれんけど、なんか乾燥もあれやけど、なんか手がベタベタするのもさ、触るもの触るもの、携帯とかにさ油がつくあの感じが嫌でね、つけてないよね。たまに本当に乾燥ひどいなと思ったらその部分的にだけやるけど、ちょっと私やろうかな後で気が向いたら。買うだけ買ってとか、まああるあるですね。使っとるっちゃ使っとるけど、そんななんか毎日は使ってない。初見さん、吉田沙羅のインスタグラムフォローしてください。まあショールームもフォローしてくれていいですけど、インスタフォローしてください、ぜひ。お昼に焼肉食べ、この前焼肉食べたっていうメールを送って、みんなの口を焼肉気分にさせようと思ったら、自分が焼肉の気分になった。ヒロさん、マシュマロありがとうございます。もう今焼肉食べたい。なんか最近焼き鳥より焼肉モチベ。一時期焼き鳥モチベめっちゃある時あったんやけど、今は焼き鳥よりも焼き肉モチベです。誰か言ってくれるかな、メンバー。
誰か誰誘ったらいいと思うメンバー。まあ限られるけどね、来てくれそうな人は。そう、この夕方に誘って乗ってくれる人は限られているんですけど。でも胸息今ね声出てないけんね、声出とるけどなんか喉やられとるけんね。まあ焼肉ぐらい別に関係ないけど。いやいや、みーちゃん、あー、みなみさん、みなみさんね、さらばちょっと思ったけど、今日誘おうかなと思ったけど、でもどうだろうね。みなみさん、おきさんは多分今はきっと週末の公演のことで忙しいだろうから誘わない。誘ったらいいよって言ってくれそうやけん誘わない、忙しそうだから。ありちゃん、ありちゃん絶対来んよ。ありちゃんはもうめっちゃちゃんと誘っとかんとダメなタイプ、ダメなタイプです。もうしっかり誘っておかないと、もう前々から約束しとかないと来てくれない。またパパも誘おうかな。前みたいにアリちゃんとアリちゃんのパパと3人でまたご飯行こうよって、それならちょっとワンチャン行く。それならワンチャンあるかもしれないですね。前アリちゃんパパと行ったんで、私がお母さんポジションで。それだったらワンチャンありえます。ワンチャン来てくれるかもしれない。さやかりん、いや、さやかりんはちょっとまだ動いてくれないかな。夜行性だからな、まだ動いてくれないかもしれない。前はねめっちゃもう猛烈なさやかりんに行こう行こうって珍しく言われたけん、珍しいなと思って行ったけど、さやかりんは誘って行こう行こうみたいな、行きたいみたいな、誘ってって言ってくるけど、絶対いつでもいいタイプではないけん、ちょっとタイミングむずい。そう、なんか仕事一緒で帰りに今日行くっていう流れになれば行くだろうけど、誘ってって言ってくるけど、多分そう簡単にいつでもいいよとは言わなさそう。みなみさん喜ぶかな。そうそう、千穂ちゃんでもいいかもって、でもって、千穂ちゃんでもって言わない。千代さんね、何しとるんやろうね。いやでもこの前行ったばっかやけんね。ここちょっと今日はあの最近行ってない人と行きたい気分。みなみさんどうだろうね、どうでしょうねって感じ。何しとるんやろ、今日が休みならワンチャン。サーヤン、サコちゃん、ココア、あー、ココアさん確かに。サコちゃんやばいね。サコちゃんに急に焼肉行こうとか言ったらもうやばい、なんでって言われそう。いいけどなんでとか言われそう。お茶、夜ご飯なんか行くイメージないか、まんま。カフェとかは誘ってきてくれる時あるけど、なんか夜ご飯行くイメージあんまない。家で食べとるイメージ、勝手に。分からんけど。みちゅさん、みちゅさんちょっとハードル高いな。ハードル高い。
そんなたわいもない連絡する関係ではない。ソラちゃんがおるやん。あ、ソラさんね。ソラさんはそうちょっと前に誘ってくれたんやけど、サラがその日ピリリかななんかの日でそう行けんくて、また行きましょうねっていう話したんよね。普通にカフェとか行きたかったって誘ってくれたけど、そうちょっと予定が合わず行けなかったんですよね。やはりノアピでしょ。いやノアピ面白いよ。だってこの前タンプレくれて、なんかサラピさんのおうちカフェに合うと思ったお菓子を選びましたみたいななんかくれたんやけど、そのお菓子の箱に手紙で書いてあって、メッセージカード、しかもなんかサラの生誕祭のメッセージカードに書いてあって、そう面白いと思って、しかもその文章になんかカフェもいつか行ってみたいです、誘われ待ちしてますって書いとって、そのノアピにもらった後読んで、誘われ待ちってないや、ノアピが誘えって言ったら笑っとった。誘われ待ちしてますって、待つそっちが誘えって言っといた。まあまずはね、連絡先を交換できないので、まだ昇格ね、多分正式な昇格をせんと多分無理なんよね。そうリュウツーは行きたいですって言ってきてくれたけど、ノアピは誘われ待ちしてますっていう遠回しな誘い、なんか分からんけど。タネさんありがとうございます。変な子です。事務所行って誰か3期生連れて行こうって、自分が3期生って言ってほしいだけじゃない、自分が気になってる3期がいるから言ってほしいだけじゃないですか。怖い、思ってもないのに怖いとか言うでしょ、嫌いって何回言ったら分かるんですか。急にイライラした。何回言ったら分かるんですか。何十も年上の人が私に怖いとか言ってこないでください。ノアピはグイグイ行けないんでしょうね。行けるやろ、あの人一番行けるよ。ノアピは一番グイグイ行く子だよ、 2.5 期の中で。まあでもクルクルも実はめっちゃ行けるタイプなんだろうなと思うけど、そう実はね、なんかおとなしそうに見えて結構そういう感じに見える。クルクルはノアピは一番ガツガツ行けるタイプだよ。じゃないと私と初対面の時に、え、サラピさんかわいいとか遠くから言ってこないよ。おもろい。ガツガツいけるタイプだよ。猫かぶっとる、だとしたら逆でしょ。あ、クルクルのこと、ノアピはだとしたら逆だよ。アリちゃん配信始めた、ウケる。伝書バトチャンスですよ。何したいの、メイクしとるんか。峰吉アリさん、ほんとだ、レッツクッキング、クッキングじゃん。あー焼肉誘えんわ。あーアリちゃんご飯誘えんわ、レッツクッキングだ。もうご飯決まっとるわアリちゃん。
ける。選択肢が減りました。誰だろうね。ハート Thank you フェリー、フェリーさん Thank you。 もう俺と焼肉行こうって。行かない、全然行きたくない。行かない。みなみさんね。そうでも沖さんにめっちゃ前に焼肉キング行きたいみたいな誘われて、そうめっちゃ前にね、本当にめっちゃ前、めっちゃ前に誘われて、韓国フェアかなんかがあっとる時に誘われて、で結局その期間行けんかったんよね。そうなんか忙しくてその時期行けなかったんですけど、だんだん食べ放題があんまり食べれなくなってくる年齢になってきたのであんまり食べれなくなってきちゃっているんでね、悔しいですね。食べたい気持ちはめちゃめちゃあるのに食べれないってね、一番悔しいからね。なんか分からんけど、分からないけど、そう南さんもね行こうって話になって行けてない。割とね行こうっていう約束をした人とはちゃんと私は行くんですけど、私は行くんですけどスケジュールが合わないとね。他のメンバーで食べてる以上、いやそうですね、本当そうですよ、本当にそうですよ。自分の中では前よりはまあ食べれなくなった気がするっていうだけ。まあ行ったら全然食べれると思うんですけどね。まあその前後の食事にもよるよね。いっぱい食べた後行っても食べれんし、そりゃあそうって感じ。何食べようかな夜ご飯。さ3日間カフェ行ってないだけで全然カフェ行ってないとか思ってしまうよね。やばいよね。やばいよね。外食 2,3 日行ってないだけでめっちゃ最近外食してないみたいな。そんなことない。卒業控えてるメンバーだからこそね今誘いたいんやけど、まあ沖さんは普通にあの普通にあれです。今週末のあれで忙しいかなっていう。モピラさん、リュウヘイさん、ありがとうございます。カフェ行きすぎ、まあカフェ巡り増えるからいいよって、なや偉そうに。
なんだ偉そうに。まあいいよって。こっちは好きで言っとんだ。まあとか言ってね、お寿司を食べたりするような、こんだけ焼肉言っといてお寿司を食べるようなタイプでもあるんでね、私は。一人で行くのはどうって、え、無理無理無理、絶対無理。だったら家で食べる。だとしたらもう家でおとなしくご飯食べる。行かない？一人で外食行っても楽しくない？サラはね。ムリンゴー。のりさんありがとうございます。ひき肉ライクあるね、広島にも。なんか一人でご飯、多分一人の方が楽っていう人もおるんやろうけど、サラはそうじゃないので、一人だったら家でもう何にも気にせずダラダラと食べたい。何の気分か、焼肉以外で何の気分かな。みんなは今何の気分ですか。寿司ラーメンマックバラバラやな。たこ焼き食べてる。たこ焼き。何の気分かって言われるとまあ難しいけどね。
何の気分って考えるとちょっと難しいですけど、まあまずは麺か米か、そうだな自問自答、麺か米か、米かな。ワンタンと油そばめっちゃ、なんで油そば、米かな。魚か肉か、まあ焼き魚ではないけど刺身か肉ならどっちもありだな。昨日までカレーって言っとったよね、そういえば。カレーはまあもういいかなカレーはまあまあもういいかもしれない。なんかいろいろあるところがいいな、いろいろある、そしてかつまあ高すぎないみたいなところがいいな。中華ではないかな、洋でもないな。じゃあファミレス、いやそういういろいろじゃないそういういろいろじゃなくて、どっちかっていうとなんか居酒屋的な感じのいろいろ、そっちではないかもなんかそのパスタもあるしお米もあるしお肉もあるしみたいな、そういういろいろではなくて、もうお刺身も出てくるしお肉も頼めば出てくるしみたいな、ちまちま系ってなったらやっぱ居酒屋みたいなのしかないんかな。あ、ほらお腹鳴った今。あ、ほら。これはもう何か食べないと何か食べないといけないよ。でもね今別に何か食べたいってないよね。今お菓子とかない家に、アイスとかもさ買ったらさその場でさ食べるからさ、その場でっていうか買ったらその日には食べるから、韓国で買った韓国海苔がまだある。でもなんか海苔食べたところでお腹いっぱいにはならんけどね。でもなんか食べないといけないっていうちょっと使命感に駆られた、今のお腹の音で駆られました。横サブレあるよでも今は甘いものじゃない気分。ミミンさんマシュマロありがとうございます。まだそんな韓国のり程度の油じゃ胃もたれしませんよ。そう、ね、お米があったらいいかもしれないですね。でも確かに手はベトベトになるな。
料理いいね。韓国料理食べたい。ある。韓国料理は終わりです。まあ、焼肉もちょっと似たようなもんではあるけど。ASMR みたいな。中身少ない。5枚ぐらいしか入ってない。モンブランさん、ゆうちゃん、ともゆきさん、ありがとうございます。無理食べた。胃をすくった。一旦ね、一旦すくったから今。なるほど。お腹、そのすぐお腹鳴るよね、サラ。お腹すきすぎてすぐお腹すく。韓国料理終わりです。韓国で食べた冷麺めっちゃ美味しかったな。なんか違った。今まで食べた冷麺とは何かが違いました。そう、ハサミで切って、なんか酢もかけてみたいな。酢結構好き。油そばにも結構酢かけるし。何食べるかな。悩みますね。
定食屋とか行かない、だからまずそもそも一人で外食行かないの。それが定食屋さんとかであろうとマックであろうと、そう行かないから。マックを食べとるときは大体ウーバーイーツ。しかもなんか普通に昼ご飯として行きたくなるときとかもないよね。マックを食べたくなるのは大体夜食、一番ダメ、一番ダメなやつ。のり弁食べてます。弁当ね、なんかお弁当はさ、お仕事の時によく食べるけん、普通普段食べたいってあんまならんだよね。だだだだっていうか、気づけばこんな時間ではないか。よいしょ、結局決まっていませんが終わりにしようかなと思います。暇人のお相手ありがとうございました。私も暇人のお相手できましたかね。私のインスタグラムフォローしてない方はフォローしてください。今もし配信見ている、コメントしてないそこのあなたもぜひインスタフォローしてください。夜も待ってるね。あ、それ禁句なんで、いや覚えといてください。覚えといてください、禁句です。もう夜なんで今、なんならなんならもう今日夜なんでね、もう今。お相手選び頑張ってて、お相手選び、そうですね、もうお相手選びに疲れてお一人様天国するかもしれないけど。それではランキングを読みたいと思います。48位マックスさん、24位フェリーフェブリアンシャさん、13位マサさん、12位青木地さん、11位ヒーさん、10位ノンタンさん、9位ミミンさん、8位ピヨシさん、7位ミッチさん、6位バオバブさん、5位アダチさん、4位ターさん、3位セディアさん、2位めっちゃきのこさん、1位ゆうちゃん、ありがとうございました。それでは番号は何したか、まあきっとメールで送ります。それではありがとうございました。バイバーイ。